ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。今日はですね、東京都在住の中学生バジルシードくんのリクエストに答えたいと思います。いただいたリクエストはこちら。ボイパのドラムロールはどれくらい長くできますか？まあもう皆さんご存知だと思うんですが、ドラムロールはですね、あの Today's Hikakin's Point、 これです。やる前からわかるんですけど、多分ね、そんな長くできないんですよ、これ。あの結構勢いよく息を吐いてるんで、10秒とかで苦しくなりそうな予感です。ただ負けないよ。ちょっと iPhone でタイム測りながらやりたいと思います。息を吸ってドラムロール始まった瞬間からスタートね。10秒は超えたいね。一発勝負いきます。素晴らしいタイムが出ました。それもドラムのリズムとかね、ずれてませんからね、一切。はい、こちら21秒48でした。これやってみて思ったんですけど、水の中で息止めてるのとあんまね変わんないんですよ、これ。もう途中からこの辺の血管出てきちゃって、もうフッシュってあんま無理しない方がいいですね、これ。うん、まあもうほとんどどれだけ息を吐いてられるか選手権なんで、これ。まあもしね、今これを見てくれているみんなの中にボイパとかビートボックスできる人がいたら、挑戦待ってるぜ。はい、というわけで本日も最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はビンビン、じゃんけんポン、バイ。私ヒカキンのツイッター、ライン、インスタグラム、バイン、ツイキャス、フェイスブック、その他ヒカキングッズや他の YouTube チャンネルも動画概要欄のリンクからご覧いただけます。そしてこのヒカキン TV では私ヒカキンにやってほしいことを募集中。概要欄のリクエストフォームからぜひ。最後に画面下のチャンネル登録ボタンを押して。だらくだらくだらくー。